エジプト第7の災い、ジョン・マーティン、1824年エジプト最後の災いエラストス・ソールズベリー・フィールド・フィルアウンは、クルアーンに登場する予言者、ムーサーの編のエジプトの君主の名称、ファラオのアラビア語転写であると考えられている。クルアーンの中では、暴君として物語られており、予言者ムーサーはその目で、フィルアウンが行っていた圧制や不公正を、 目のあたりにしながら育つ。イスラム教におけるイスラエルの民の預言者、ムーサーの物語はコーランの複数の箇所で述べられており、それらの物語は全知全能であるとされるエ知チあるアラーフの力とその意志を示すものであった。この物語は旧約聖書におけるデイエジプト期に由来する。そのため物語の構成などはデイエジプト期とほぼ変わらないものであり、この ファルアウンは、その中のファラオのことである。フィルアウンは、ベートルモガッタスの街が炎に包まれ、その炎は、エジプト全体に広がり、その炎の中で、エジプト人は皆、燃え尽きてしまったが、イスラエルの民だけは無傷でいた。という奇妙な夢を見た。そこで、宮廷の夢占い師に相談し、何を意味するのかを問う。すると、夢占い師はその答えに詰まった。 ファルアウンがその訳を問いただすと、夢占い師は、それは、イスラエルの民から君主が現れ、その者は、ファルアウンの権力と地位を滅ぼす、と答えるのだった。それを耳にしたファルアウンは、傷を負った蛇のように怒り狂い、これから生まれるであろう、イスラエルの民の男の赤子を皆殺しにするように、命令を下した。イスラエルの民の間には、深い悲しみが広がったるとともに、 男子が生まれるとすぐに容赦なく、殺されてしまうという圧勢がはびこったのだった。その頃、町の中心地から離れた場所に、預言者、ムーサーの母親の家族が集会を開き、ムーサーを胸に抱きながら、その子の誕生が誰にも知られないように、彼女が妊娠していることを知らなかった人たちにさえ、知られないようにと神に祈った。そこで、母親は、パピルスの籠にムーサーを入れ、 ナイル川に放った。王公は、夫のフィルアウンと共に王座に腰をかけ、ナイルの水の流れを眺めていたとき、何かが水に浮かんでいるのが見えました。アースイーヤは、フィルアウンに頼み、そのカゴを引き上げ、それが赤子であることを確認した。王公がその子供を気に入るとともに、フィルアウンはこの子供がイスラエル人なのではないかと疑った。しかし、アースイーヤは、 女名を懇願し、フィルアウンは妻の要求に応じ、それを受け入れることにした。しかし、その子は母乳を欲しがっているようだったが、誰の母乳も受け付けなかったため、実母を探し出し、それを奪とした。こうして、ムーサーの実の母親は宮殿にやっていき、彼女は道の途中で、神はどのようにその英知を働かせるのかと考えた。そして、母親は宮殿に入るや、 イナやフィルアウンに殺されるのを恐れてナイル川に流した息子に再会し目に喜びの光をたえ神に感謝したのだった。そしてその子もまた母親の匂いを嗅ぎつけたかのようにその胸の中でおとなしくなり母乳を飲み始めた。ムーサーは母親の愛情に満たされながら神の意志によりフィルアウンの宮殿で彼によって育てられそしてその目で フィルアウンが行っていた圧勢や不公正を目の当たりにしながら育ったのであった。クルアーンは第28章、あるゲサス章物語第13節で、そこで我々は彼を母親のもとに返し、その女性が喜び、悲しまないようにした。覚えておくが良い。神の約束は真理である。だが彼らの多くは知らないのだと語っている。ムーサーは、 母親の愛情に満たされながら、神の意志により、フィルアウンの宮殿で彼によって育てられた。そしてその目で、フィルアウンが行っていた圧生や不幸正を目の当たりにしながら育ったのだった。メルエンプタ派、実際には名君であったと伝わる。モデルの候補としては、次の二人のファラオを挙げることができる。実際には、後者のメルエンプタ派の方が有力視されている。 ナイルデルタ、ありがとうございます。